はい、今回もですね、昔自転車旅をした時に撮ったビデオの写真を使って動画を作っていきますね。都内から中央本線に乗っての出発でございます。この時は特急に乗っていったんですかね。贅沢ですね。ポリシーを持って動画を作っておりますよ。ここはどこ駅だ？2014年12月27日から1月1日、年末年始の自転車旅でございます。群馬県の豊岡駅から自転車旅のスタートでございます。2日目、安曇野とかね、そういうところを通っていきますよ。ここは新宿駅でしょうか、どうでしょうかね。ご覧のようなところも通っていきますね。松川村とかね、南松本駅とか、そういうところも通っていきますよ。地図を見ていきましょうね。安曇野、豊科駅まで行くんですね。まず一泊をしてから次の日は自転車に乗って北上して松川村とかね、いろんなところをぐるっと回って生坂とかね、そして大町なんかもぐるっと回ってきて、最終的には松川駅、信州信濃松川駅から南松本駅まで行って一泊するという感じですね。この続きはまた後で紹介いたします。ここは新宿駅だと思うんですけど、どうでしょうかね。記憶がちょっと、こういうところも通っていきますのでよろしくお願いいたします。甲府駅かな、新宿駅かな、どこだろうな。もう松本駅に到着してんのかな。松本駅かもしれないですね。もしかすると、こんなにホームとホームの間にレールがあるなんていうのは、新宿駅であったでしょうか。あったような気もしないでもない。奥の方のビルを見ると、ここは間違いなく松本駅でございますね。新島駅ですね。雪でございます。同じプラットフォームにね、大糸線のホームがあるんですね。ここから電車に乗って豊品の駅まで行きますよ。豊品の駅に到着いたしました。静かな駅でございます。今日はこの近くのネットカフェに泊まりますよ。豊品の駅から出ていくところでございます。ちょっと見にくい写真、ごめんなさいね。さて、年末年始の自転車旅の始まりでございます。2014年から2015年になるというね、そういう時の自転車旅でございます。今が2020年なので、5年前の旅の動画と写真を使って動画を作っておりますよ。ちょっとだけ雪が残っていますね。街の中にはそんなに雪は存在していないようですね。住宅街でしょうか。次の日2日目でございます。ネットカフェの前でございます。僕の自転車が映っておりましたよ。遠くの山々、ちょっと霜が降りてるような、そんな雰囲気がしますね。ではビデオの映像に行きますよ。ネットカフェから出てきた朝早くの時間帯でございます。ネットカフェですよね。
多くの山々、雪をかぶっておりますね。そして畑には霜柱でしょうか、霜が降りてますね。相当寒いんですね。住宅が広がっておりますね。凍えそうな感じでございます。ちょっとだけ雪が残ってますよね、街並みにね。歩道の脇とかね、建物がたくさん建っておりますね。川が流れております。橋の欄干の金属の部分も冷たそうですね。太陽は眩しい感じでございます。山の上には雪がたくさんですね。美しいじゃないですか。この辺は雪がまだ残っておりますね。空が広い、太陽が眩しい、空は青い。フルドの、フルなんとか読めない感じですね。あんな感じ読めませんね。会社の建物でしょうか。畑も広がっている。雪も積もっていましたね。雪が多く残る森林に囲まれた道になってきましたよ。この辺は雪だらけですね。これじゃあ自転車滑ってしまうかもしれませんね。松川村までやってきましたよ。雪がたくさん。こっちは安曇野市ですね。安曇野市から松川に入っていきます。川が流れておりますよ。冷たそうですね。雪と氷の世界でございます。なんか雪みたいな方がちょっと降っていたような気もしないではない。あ、自分の息が白く映っていたんですね。あ、一面に雪でございます。ところどころ畑の土が見えております。本当に寒そうな風景でございます。芝生のような広場でございますね。住宅もたくさん建っております。公園でしょうかね。空は青くて綺麗。山々は若干雪が積もっているような、そんな感じですね。雪が降ってしばらく時間が経ったような、そんな感じですね。路面には基本的には雪は残っていない。幹線道路には車がたくさん走っているようでございます。畑が広がっているんでしょうかね。田んぼでしょうかね。住宅もたくさん建っております。何をさっきから撮ってるんでしょうかね。遠くの景色、あ、線路が見えるんですね。あそこに線路があるんですね。一生懸命電車が来ないかどうかカメラで撮ろうとしてたわけですね。大きなタンクみたいなのがありますよ。農場でしょうかね。山々の形もすごいですね。一本のレールが見えております。大糸線ですかね。確か松本付近から糸魚川までね、結んでる路線ですね。川の上でしょうかね。橋の上、バス停が見えますね。回り道だって。バス停、霜生きるの、霜生のかな、霜生のかな。川のような池のようなグリーンの水が見えております。カモが泳いでおりますね。まあ雪よりは水の中の方が暖かいんでしょうかね。
どうでしょうか。寒さは感じないのかもな。川でしょうかね。どうでしょうか。どこかの役場に来ましたね。建物がたくさん建っておりました。そしてガソリンスタンドが今度見えてきましたね。住宅がポツポツと建っているようなそんな感じでございます。畑とかね、住宅とかね、山が見えてたまに神社がある。そんな感じでございます。山を越えていくような感じもしますね。大町、大町市、大きい町なのか大きい町一市ってなってるのはちょっと面白いですよね。今大黒様がいたのかな。バス停でございます。雪がすごいですね。寒そうですね。またバス停の前にやってきましたね。路面が凍っていないか心配になりますね。ほんと雪国に来ましたよ。1年前のね、白川湖の付近もね、雪がすごかったですけどね。このそれから1年後の自転車旅ですが、この辺も雪がだんだんすごくなってきましたね。まあ雪を見慣れてない僕にとってはね、本当にテンションの上がる自転車旅になりますよね。線路は雪まみれでございます。雪の電車も見てみたいようなそういう感じがしますね。ああ、2体のなんとか地蔵って言うんですよね。長野県には多いんですよね。なんとか地蔵って言うんですよね。なんだっけな、ちょっと思い出せませんね。神社ですね。まっすぐ道が伸びている、山のところまで伸びているようなそんな感じがいたしますね。住宅とかアパートとかそんなのが見えますよ。畑でしょうか。田んぼですね。刈り取った後の田んぼか畑かそんな感じでございます。山の上はね、いつの間にか写真になってますよね。ビデオの映像と写真ではですね、時間の関係上が前後いたします。ご覧になっている写真は朝の写真でございますよ。朝ネットカフェから出発したすぐの写真だと思われますよ。畑が見えますね。半分雪が積もっております。残っております。遠くの山々、本当に霜が降りたかのように雪をかぶっておりますね。幻想的な風景だなと僕は思いますよ。寒い寒い朝の自転車旅でございます。おっと、こんなところも通っていたんですね。もうここは押していくしかないですね。自転車では通行不可能でございます。一生懸命自転車を押してここは進んでいきましたね。路面が見えると安心して自転車に乗ることができます。ただしたまに凍結しているところがあるのでね、水たまりまでね凍っているように見えてしまうこともあるのでね、気をつけないといけないですよね。ここも雪がすごいですね。木と雪とね、素晴らしい風景ですね。神社ですね。安曇のアートライン。畑には雪が広がって積もっておりますね。畑が広がっていて雪が積もっている。田んぼかもしれませんがね。雪に僕の影が映ってますね。
空はいい天気、雪がまぶしい、そんな感じでございます。銀世界でございます。美しい風景ですね。冬の木の形も美しいし、その向こうに見える山々も美しいし、道がまっすぐ伸びてるのも美しい。住宅がたくさん建っておりますね。空はいい天気。川を渡ってきたのかな。なんとか川、僕はこの漢字が読めません。なんだったっけな。あー書いて暑さと読めたらいいのにな。そんなわけないかな。日の橋。川でございます。ちょっと水はグリーンですかね。ダムがあるのかな、どうかな。生坂、小坂、幾坂、そんなような名前のところにやってきましたね。古い神社が見えますね。これはこれで美しいと思いますよ。日の見やぐらがちょっと見えておりますね。空はいい天気でございます。雪解けの水が染み出して路面を流れて凍っているようにも見えてしまいますね。太陽がまぶしい。雪に反射してさらにまぶしくなる。そんな感じがいたしますね。どこかの役場でしょうか。そんな感じの建物が見えましたね。雪ばっかりの景色でございます。細い木々が立っておりますね。これはこれで美しいな。道がまっすぐ伸びていますね。雪とレール、美しいな。こんなところに電車が走る景色も見てみたいな。どこかの駅にやってきましたね。信濃松川、信濃松川。本当に暗くなるまで自転車旅をやっていたようでございますね。そしてこの夜はですね、南松本まで行って、そして近くのネットカフェに泊まったようでございます。ご覧のようにですね、ぐるっと回ってですね、大町市を通ってですね、松川村に戻ってきて、そこから電車に乗ってですね、南松本駅で降りて、でネットカフェで泊まったんですね。平田駅の近くでございますね。で次の日3日目ですね、臨行するんですね。雪がすごくてね、雪の降ってないところまで飯田線に乗って茶臼なんとかっていう駅まで行って、浜名湖のね北の方を自転車旅をしたんですね。飯田線にね乗ってる時間がね多すぎてね、ちょっとしか自転車旅できなかったんですよね。3日目の朝、雨が降っていてすごかったんですよ。そしてねルート変更を余儀なくされたんですね。本当は10周目の続きをしたかったんですが、諦めました。もうルート変更でございます。愛知県の方に行くんですね。そして静岡県の島田駅まで臨行して最終的には止まるというね。
田線の車窓の写真でございますよ。途中で乗り換えているところですね。これは上諏訪かな。上諏訪の駅が岡谷ですね。岡谷の駅で乗り換えているんですね。これが3日目の朝ですね。雪が降ってますよね。こんなのを見たらですね、もう雪の降っているところでは自転車乗れないと思ってしまったんですよね、この時の僕は。そして岡谷駅経由で飯田線に乗って雪の降ってないところを目指したわけですよ。もう考える暇もなくね、勝手に行動しておりましたね。岡谷駅で飯田線が発車するのを待っているところでございます。雪がすごいですね。雪国に来たというとことですね。もうこれよりね、北の方に行けば行くほど雪はすごいということで、とにかく雪のないところまで行こうということで、飯田線に乗り込んだわけですよね。今からしてみればね、中央西線に乗った方が自転車旅は楽しくできたんじゃないかなとも思いますね。何しろ飯田線は時間がかかりますからね、ほんとお昼過ぎてからの自転車旅になってしまうんですね。途中駅で乗り換えておりますね。僕の記憶が正しければ駒なんとかだったような気がするんですが、どこでしたっけね。雪の中の電車なんかいいですよね。しかもローカル線ですよ。しかも飯田線ですよ。普通電車が駅を去っていきます。この電車に乗っていないってことはね、これはね、岡谷とか辰野の方に向かっていく電車ですね。通過して踏切が上がって車が通っていく、そういう風景でございます。いい感じの映像でございますね。なかなかね、こういう駅で止まったりなんかしてね、飯田線っていうのは先に進めないんですよね。駒ヶ根っていう駅だったっけな。どうだったっけな。この駅でね、長時間ね、足止めを食らったんですよね。飯田線に乗ったことをね、ちょっと後悔していたような、そういう時間ですよね。早く自転車に乗りたいというね、そういう感じですよね。もうこの駅の周辺はね、散々自転車で走っているのでね、ここで自転車に乗るのも意味がないんですよね。だからね、中央西線で行って走ってないところを自転車旅をすればよかったんですがね。まあ ここまで来たらね、何を言っても後の祭りでございます。もうこうなったらね、この飯田線のね、雪の中の旅をね、楽しむしかないんですね。めったにこういう時期にね、ここに来れるチャンスはないのでありますからね。このね、飯田線の旅をね、楽しむしかないんですよ、ないんですよね。なかなかね、僕のね、乗りたい電車が来ないわけですよね。今、駒ヶ根っていう字が見えましたよね。やっぱりここは駒ヶ根という駅なんですね。多分この電車に乗ってきて、ここで終点だったんですよね。ここでこれよりも南の方に行く電車をずっと待っているというわけでございます。これより先はね、本数がめちゃくちゃ少なくなっていくんですよね。来た電車もあそこまで行って、そして引き返して
車庫の方にね、留置線っていうんですかね、そっちの方に行くわけでございます。一人僕だけ取り残されているというね。みんな飯田線の時刻表とかダイヤとか分かっている、のでね、この時間帯ね、プラットフォームに突っ立っているのは僕だけでございますね。おそらくね、100キロ以上の乗車券を持っているわけではないので、途中下車するわけにもいかないというね、そういう感じだと思いますね。こうやってのんびりね、留置線に戻ってくるね、自分が乗ってきた電車をね、ゆっくり眺めてビデオで撮るしかね、暇を潰す方法が見つからないんですよね。駒ヶ根行きという表示の各駅停車が駒ヶ根について一旦飯田方面に進んでから留置線に入っていく映像でございます。 JR 東海でございます。2両編成でございます。雪の中の飯田線でございます。今みたいにね、スマホを持っていなかったからね、ガラケーの携帯しか持ってなかったからですね、スマホを持っていたらこんなことぐらいは予想はついたと思いますがね。この電車が一回向こうに行ってそして戻ってくるのかな。それだったら嬉しいな。どうかな。このままずっと先に行っちゃうのでしょうか。とりあえず踏切は一旦上がる。電車は止まらずにどんどんと走っていく。あの電車は戻ってこない。残念。雪の中の飯田線でございました。こうやってさ、カットしなければさ、いかにこの駅で足止めを食らったという状況が伝わってくるのではないでしょうかね。この動画を見ている人も鳥が映っておりますよ。屋根に雨宿りしてますね。かわいいですね。東京じゃ見ることのできないスズメではない、そんな感じの鳥だけど、よく見るとスズメにも見えてくるような、そんな感じでございます。ようやく電車に乗って飯田駅までやってきましたよ。車内はガランとしておりますね。飯田駅は何度も来て宿泊をしたこととのある駅でございます。今回に限っては飯田線に乗ってスルーしますね。そしてここはおそらく天竜橋駅かな、おそらくそうだと思うんですが、どうでしょうかね。特急電車ですよね。イナロでしたっけ。どうでしたっけ、忘れちゃった。やっと
茶臼山、茶臼山、茶臼山という駅にたどり着きました。お昼過ぎ、もう夕暮れに迫っている中、やっと雪のないところまで来て、自転車旅の始まりでございます。第3日目の自転車旅でございます。急いで、せめて浜名湖の方まで行きたいと思っておりますよ。川を橋を渡って越えていきます。空はいい天気でございます。だんだんともう夕暮れに近づいてきておりますね。大きい交差点にやってきましたよ。周りには会社の施設でしょうか、工場でしょうか、倉庫でしょうか、そんなような建物が見えましたよ。ちょっとした山を越えていきますね。大変ですね。ここから静岡県浜松市北区でしょうかね。北区でしょうか、どうでしょうか。愛知県の城南とか市、遠くに浜名湖がちょっと見えてきましたね。そして高速道路、あれは東名高速で、東名高速道路だと思いますね。たくさん車が走っております。年末ですからね、道が混んでいたのだと思いますよ。暗くなってきましたね。住宅とかお店とかいろんなのが建っているような、そういうところにやってきましたよ。若干空はまだ明るいかな。闇の中でございます。建物がたくさん建っております。川が流れておりますね。川の水の色と空の色が同じ色になっておりました。美しいですね。錦が、錦がって読むんですか。錦が駅までやってきましたよ。ではね、3日目に撮った写真をここから紹介いたしますよ。時間的には前後いたしますよ。これはおそらくね、岡谷の駅ですね。そして飯田線に乗って歯がつく駅まで今来ておりますよ。看板に歯という字が見えました。そして電車に乗って踏切を通過しているところでございますね。行き先案内に何か表示されているけど字が小さくて読めません。バスが雪道を走行しておりますね。悪条件の中、こう車が走っておりますね。この写真は僕の記憶が正しければ駒ヶ根の駅でございますね。駒ヶ根の駅で足止めを食らった時に写真を撮った写真でございます。映像でございます。雪がたくさん積もっておりますね。雪の中のローカル線の飯田線でございます。東京に住んでるとこういう映像はなかなか見えないので、僕としてはテンションが上がるところがありますね。まあ足止め食らってるのはしょうがない。もうね、気持ちをね切り替えてね、飯田線の旅を楽しむ、それに尽きるのでございます。砦を一生懸命撮ってるんですね。暇だったんですね。一生懸命この砦を撮って夢中になって旅を楽しんでおりましたよ。空が少し良くなってきましたね。僕の記憶が正しければ天竜峡駅ですね。あの橋が印象的でございます。天竜川沿いを飯田線が走っているんでしょうかね。なんとか傘芝、なんとか芝かな、そんなような駅を過ぎていきましたね。トンネルから出たところでしょうかね。僕の記憶が正しければこれはあの橋のね、向こうでね、自転車からね、写真撮ったことがある、なんとか嵐駅じゃなかったっけな、どうだったっけな、忘れちゃいました。茶臼山駅ですね。こっから自転車でスタートいたしました。住宅とかね、
どんな建物があるのか、自転車、夕暮れの自転車旅のスタートでございましたね。空はいい天気、夕日を浴びながらの自転車旅でございます。山を越えていった記憶が残っておりますよ。道の中、真ん中に木がありますね。珍しいですね。たまにあるんですよね。ここにも存在しております。暗くなってきましたね。神社の前でございます。もう二度とここは通らないので、ですね、なるべくこういう写真は撮っておこうというわけでございます。若干空が明るい綺麗な空でございます。錦賀ステーションにやってきました。天竜浜名湖鉄道ですね。言えるようになりました。天竜浜名湖鉄道でございます。微妙に違っていたらごめんなさいね。本当はね、こっからね、こっからね、柿川の方に進んだんですけどね、逆から行った方が良かったって今後悔してるんですよね。反対側まで行って東海道本線まで行って島田市の方に行った方が早く着いたと思うんですよね。この時はね、何も知らなかったからね、掛川行きの電車を待って乗ったんですよね。途中でまたね、乗り換えたりしてものすごく時間がかかった記憶がありますね。とにかくこの時の僕は掛川方面に乗ったんですよね。途中でまたね、乗り換えるのに時間がかかった記憶がありますね。反対方向に行くか、途中から浜松の方に行くかした方が早かったんじゃないかなと思うんですけどね。途中駅で乗り換えているところですね。なんていう駅だったかちょっと忘れましたけど、まあめったに乗らない路線ですからね。なんていう駅だったっけな、忘れちゃいましたね。とにかく天竜浜名湖鉄道の夜の旅になりましたね。この駅でこんなに写真を撮っているってことはね、この駅でね、待ちぼうけを食らっているんですね。もう7時過ぎておりますね。本当にスマホがあればね、こういうことにはならなかったと思いますけどね。そして電車に乗り込んでますね。城南とか大学前、城波大学かな、そんなような大学駅の前でございますね。これはもうね、あ、これもまだそうだな、なんとかフルーツパークみたいなね、そういうところの駅ですね。そして掛川の駅に着いて、掛川から東海道本線に乗って島田駅を目指します。地図で振り返ってみますね。1日目が終わってからですね、あ、2日目が終わって南松本駅から自転車に乗ってネットカフェで一夜明かして、平田駅から臨行してですね、この茶臼山駅まで行って、そこから自転車に乗ってぐんぐんぐんと行って西木ヶ駅までやってきました。そこから電車に乗って島田駅まで行って一泊するんですね。そして次の日はですね、南の方に向かってですね、御前崎市御
前崎の方のところを回って、そして南の方の太平洋側をずっと行ってですね、福堂石とかね、磐田市なんかをぐるっと回って、そしてだんだんと北の方を目指していって、西木ヶ駅まで自転車ルートをつなげるんですね、見事に。そして電車に乗って浜松市の中心に行くんですね。4日目ですよね、旅はね。こういうところを通っていくんですね。4日目の旅でございます。もう旅は4日目なんですよ。4日目はこういうところを通っていきますよ。よろしくお願いいたしますね。こういうところも4日目は通っていきますので、よろしくお願いいたします。朝の風景ですね。島田市からスタートして、こういうところも通って、5日目もちょっと表示されております。島田市、静岡県の島田市でございます。泊まっている宿でございます。写真とビデオでは時間の関係が前後いたしますので、よろしくお願いいたします。僕の自転車、バックパックでございます。宿の周りには建物がたくさん建っています。駐車場がたくさんあります。ネットカフェはなかったので、ビジネスホテルみたいなところに泊まりましたよ。これは大井川ですね。大井川を渡ったんですね。もう渡り切って反対側から大井川を眺めて、JR の橋が見えておりましたね。大井川を島田市から渡ってきて、そして大井川沿いに南の方に向かっている、そんな感じでございます。朝の光が眩しいですね。まだ大井川の鉄橋が見えているところでございます。東海道本線が島田市から金谷だっけな、金谷っていう駅の方に向かっております。茶畑が広がっておりますね。大井川ですね。大井川、あのね、手前の橋はね、日野翔平も自転車で渡った怖くて途中で歩いたような、そういう橋でございますよ。畑が広がっておりますね。そして住宅かな、道の向こうには太平洋が見えているような気がしますね。空は真っ青で気持ちがいいですね。海の近くまでやってきましたね。お前崎でしょうかね。あの先っちょがお前崎でしょう。前崎岬って言うんでしたっけ、どうでしたっけ。太平洋がずっと続いております。静岡県の南でございます。ここで地震が起きたら大変なことになりますよね。地震が起きないことを祈りながら自転車に乗りましたよ。馬が一生懸命芝生を食べております。草ですかね。もっと草がいっぱい生えているところに連れて行けばいいね。幹線道路でしょうかね。ちょっと高いところに道がある、そういう感じでございます。役場が今見えていたような気がしますね。どうでしょうか。自販機で水分補給でございます。川のそばにやってきました。国安なんとか橋、家がたくさん建っておりますね。
川がいい感じに流れております。空は真っ青でいい天気でございます。町の中にやってきましたよ。建物がたくさん入っておりますね。いい感じの町並みでございます。東門なんとかの里、茶畑のところにやってきましたよ。周りには住宅も建っておりますね。幹線道路のところにやってきましたよ。空が広いですね。住宅もたくさん建っております。田んぼでしょうかね。冬の田んぼの風景が広がっております。一面に田んぼが広がって、奥の方には住宅も立ち並んでおります。川が流れておりますね。夕暮れですよね。だんだんまた日が落ちてきましたね。ものすごい距離を自転車で移動したんですね。この日も太平洋沿いにずっと進んできたわけですからね。なんか冬の田んぼ、なんかいいですよね。美しいですよね。チャイムが鳴り響いております。時間がたっぷりある年末年始の自転車旅ですからね、行けるところまで行きたいですよね。これはもしかすると天竜川でしょうかね。いや、もう天竜川、天竜川っていう字が天竜川って書いてありましたね。今ね、まだ天竜川のところなんですね。昨日の夜、天竜浜名湖線に乗った駅、西木ヶ谷駅を目指しているわけですからね。ようやく浜松市に入ったところで、そこから西木ヶ谷駅まで行くわけですからね。まだ若干距離があるという、そういう感じでございますね。真っ暗の中、一生懸命自転車ルートをつなげようとしているわけですね。浜松市で一泊してから行ってもいいんですけど、どうせなら結んでから一泊したいというね、そういう感じでございますね。天竜浜の高線の車両が 夜の中通り過ぎていきましたね。明るい街並みの広がるところにやってきましたよ。西木ヶ谷駅はまだ先でしょうか、どうでしょうか。たどり着いたんでしょうか、どうでしょうか。この駅なのでしょうか。まだのようですね。どこかの役場ですかね。市役所かな、区役所かな。浜松市なんとか区の区役所かもわかんないですね。これはおそらくね、真っ暗の浜中湖、浜名湖を映しているんですね。新幹線の方から浜名湖を見たことしかないからね、こっちの方から見るのも新鮮な景色ですね。やっと西木ヶ谷駅にたどり着きましたよ。昨日の夜ここからね、電車に乗ったんですよね。自転車ルートを見事につなげて、そして宿に向かいます。
反対側の電車がやってきました。ここで行き違いをするのかな。ではですね、4日目に撮った写真をここから見ていきますよ。ビデオと写真では時間の関係が前後いたします。朝、島田駅の近くの宿から出て、おそらく大井川を渡っているところでしょうね。大井川を渡って反対側まで渡って、そしてしばらくしてまた写真を撮っているんですね。またこれは静岡県の御前崎の方に行って撮った写真だと思いますよ。欄干が石でできているようですね。面白い橋ですね。古いんでしょうかね。これは面白い形の灯籠ですよね。城下町なのでしょうかね。どうでしょうかね。字が小さいですね。袋石か掛川市に入ったのかな。御前崎市から掛川市に入ったのかな。ちょっと字が小さいね。御前崎から掛川市に入って、袋石に入って、そして磐田市に入っていくんですけどね。ちょっと字が小さいですね。何気ない風景の中、自転車旅は続いていきます。少し広い道を進んでいきますね。住宅がポツポツと建っておりますよ。歴史を感じさせる施設がね、たまにこんな風にあるんですよね。なんとか川市って書いてありましたね。掛川市か。掛川市だと思いますね。どこかの街角ですね。いい感じの綺麗な道をしておりますね。昔の街道でしょうかね。東海道だったりするんですか。どうでしょうかね。田んぼが広がっておりますよ。田んぼの冬の姿は白く見えるところが美しいなと思いますね。美しいじゃないですか、この風景。どこかの市役所か区役所にやってきましたよ。ちょっと横向きの写真ごめんなさいね。チェックはしてるんですがね、ごめんなさいね。磐田市か、そういう磐田市かな、袋石かもわかんないね。看板をね、取ってくれると分かりやすいんですけどね。川が流れております。橋で渡っていきます。ちょっと古ぼけておりますね。秋葉城夜なんとか、お地蔵さんですね。何気ない風景の中、また日が暮れていきます。どこかの市役所か区役所かに来ましたね。磐田市かな、それとも浜松市のなんとか区とかかな、どうかな。
闇の中、西木ヶ駅を目指している途中で撮った街角の写真でございます。鳥居が見えておりますね。たくさん建物が建っておりますね。早く西木ヶ駅にたどり着きたい、そんな感じでございます。昨日一日前の夜に電車に乗った駅、西木ヶ駅を目指しているところでございます。天竜浜名湖鉄道の駅でございます。これはどこかの区役所ですね。北区かな、北区役所かな。北浜区っていうのも存在してるんですよね。西木ヶ駅にたどり着いたところでございます。一日前の夜もここに着きましたよ。島田市のね、宿を出てですね、大井川を渡って南の方に進んでいって、牧野原を通って御前崎市を通って、そして掛川市を通って、そして袋井市を通って、磐田市を通って、そして天竜川を越えて浜松市の東区とかね、そういうところを通って、北区を通って、北区を通って、西木ヶの駅から電車に乗って、浜松駅の近くまで来て宿を泊まって、次の日はですね、西の方に進んでいくんですよね。浜名湖を通ってですね、湖西市を通って、そして豊橋市、愛知県に入ってですね、そして豊橋の駅の近くで泊まるんですね。旅5日目でございますよ。5日目の朝の写真でございます。5日目はですね、中区、浜松市、市の中区から出発して、とりあえず最初輪行するんですよね。助ける信じるって書いて助信、なんとか駅まで行きますよ。そして西区を通ってですね、湖西市、湖西区かな、湖西市を通って、そして愛知県の豊橋市を通ってですね、駅の近くまで行きますね。宿から宿の東横インをチェックアウトして、目の前の私鉄の駅から電車に乗ります。何線って言うんでしたっけ、これ遠州鉄道って言うんでしたっけ、どうでしたっけ、忘れちゃいました。確かね、遠州助信駅っていうもの、助ける信じるって書いて助信、そういう名前の駅にたどり着きましたよ。水路のような川が流れておりますね。住宅が広がっております。お地蔵さんが立っておりますよ。古い、いつから建っているのかな。住宅が広がっております。川が流れているようでございますね。朝の浜松市でございます。車の数は多いですね。僕の記憶が正しければ大晦日ですね。2014年の大晦日でございます。鳥居が見えておりますね。初詣の準備も整っているのかな、どうでしょうかね。会社の施設のような東区役所にやってきましたよ。浜松市の東区役所でございます。ガソリンスタンドもあるような、そういう風景でございます。松の木がたくさん生えているんですね。東海道の雰囲気が漂ってきますね。どうでしょうか。
駅の近くまでやってきましたね。東海道本線の駅でございますね。だんだんと浜名湖の方にやってきておりますよ。田んぼでしょうか、畑でしょうか、広がっておりますね。静かですね、川が。でも車はたくさん走っておりますね。どこかの市役所、ちょっと字がね、小さくて読めませんでしたね。見えない。浜名湖ですよね。ローソンが見えますね。橋が見えますね。浜名湖ですね。空が広いね。遊園地みたいなところにやってきましたね。自販機の前で水分補給ですね。浜名湖でございます。カモが泳いでおります。背中が白い。じっくり浜名湖なんて眺めたことがないのでね、意外と水がきれいですね。ちょっとね、脇の方なのかもしれませんかね。川っぽくなってますね。本当にね、底が透けて見えてね、綺麗だったんですよね。まあ、浅かったっていうのもあるのかもしれないですけどね。本当時間があったら魚釣りをしたいところなんですけどね。この時の僕は自転車で距離を稼ぎたい、そういう一心でしたのでね。遠くに橋が見えますね。完全にここは浜名湖でございますね。あれは新幹線のレールですよね。で、渡ってきたわけですよね。渡ったところにある JR 東海道本線の駅、何でしたっけ？忘れちゃいましたね。弁天橋とかっていう駅があって、ふたなんとかっていう駅もあったような気がするんですけどね、ちょっと思い出せませんね。畑が広がっておりますね。そして住宅なんかも建っている、そんな感じの風景でございます。橋の上には車がたくさん走って、テールランプが光っております。だんだんとこの日も夕暮れが迫ってきておりますね。この日は豊橋の駅の近くまでやっていきます。あれはですね、私鉄ですね。あのね、東海道本線でではなくて、僕の記憶ではね、田原鉄道だっけな、豊橋から南の方に路線を伸ばしている私鉄の鉄道ですね。終点の駅がね、田原とかそんな感じの名前の駅だったと思うんですがね、どうでしたっけね、ちょっと忘れちゃいましたね。まあ意外と東海道本線だったりするんですけどね、
記憶がちょっと曖昧なんですよね。川に夕暮れの赤い空が映っていたのが美しかったですね。真っ暗闇の映像、何にも映っていません。やっとちょっとだけ明かりがついております。まあこんなね、真っ暗な中旅をしてましたという、そういう映像でございますよ。街明かりが明るくなるとこうやって撮ることができるんですけどね、そうじゃないところも通りましたよという、そういう映像でございます。だんだんと道の幅が広くなって、市電も走るようになりましたね。やがて豊橋の駅に近づいてきましたね。川の上でございます。なるべくね、どんなところを通りながら駅の近くまで来て、この夜は一泊しましたよ。では5日目のね、写真をここで見ていきましょう。5日目でしたっけ、何日目か忘れちゃいましたね。とにかくですね、浜松市を出発した時の朝の映像から見ていきますよ。どこかの神社ですかね。住宅のような建物がたくさん立ち並んでおりますね。マンションのような建物も見えますね。川が流れていて空は美しい。橋の上を渡っております。たくさん建物が建っておりますね。どこかの駅前にやってきました。ちょっと字が小さいですね。マンションがたくさん建っておりますね。空はいい天気です。何駅の前でしょうかね。字が小さいですね。3文字の駅ですね。川ですね。空を反射しております。住宅が立ち並んでおりますね。大晦日の景色でございます。夜が明ければ2015年になる、そういう感じの時期の風景でございます。ハルミスタジオだって。住宅のような建物が見えます。鳥居が見えます。神社が見えております。手前は田んぼでしょうか、畑でしょうか。建物がたくさん建っている町までやってきましたよ。車もたくさん走っておりますね。そして浜名湖を渡っていくところですね。たくさん水が見えますよ。ちょっと長い橋ですね。渡ってできたのかもしれませんね。こっち側にいるっていうことはそういうことですよね。左側通行しているならばそういうことになります。キャベツですよね。ちょっと紫色っぽい感じもしないでもないようなキャベツ畑でございます。道がまっすぐ伸びている、両脇にキャベツ畑がある、そんな風景ですね。神社まで来ましたね。上りがいいじゃないですか。やっぱりお正月の初詣の準備でございますね。華やかでございます。松の木のような木も美しいですね。ウッキーって読むのかな。いい感じの神社でございますよね。ここもまた違う神社ですよね。たくさん神社があるんですね。
道がまっすぐ伸びておりますね。なんとか大和神社、なんとか八大神大前。神社は とにかくたくさんありましたね。そして住宅が広がっている。太陽がまぶしい。これも浜名湖の一部でしょうかね。違う川でしょうかね。向こうに線路が見えますね。やっぱり浜名湖の関係のね、近くでしょうね。船もあんな風に止まってるわけですからね。住宅が広がっているね。そして向こうにはレールが見える。遠くに鳥居が見えておりますね。神社の入り口でしょうかね。空はちょっとどんよりと曇ってきましたね。道はまっすぐ伸びております。畑が広がっておりますね。だんだんと夕暮れに近づいてきますね。キャベツか白菜かそんな感じでしょうか。だんだんと空が暗くなっていきますね。大地は広いですね。おお、幻想的な空気ですね。川に空が映っていて、空の色が何といっても美しいですね。曇ってるんだけどグラデーションが美しいですよね。心を打たれますね。そんな感じでですね、この日はですね、浜松市をスタートしたわけですよ。そして西区なんかを通ったりしながらですね、浜名湖をね、渡ってですね、湖西市に入っていくわけですね。西区から湖西市に入って、そして愛知県の豊橋市に入って、南の方をぐるっと回って、で駅に近づいて一泊するというわけですね。次の日、お正月でございます。年が明けてですね、豊川市の方に行ってですね、ずっと進んでいって東海道のようなところを通っていて、最終的にはね、岡崎市の岡崎駅から家に戻っていきますよ。6日目、ネットカフェから出てきたところの写真でございます。豊橋の駅の近くでございます。そして岡崎市を通って家に戻りますよ。朝のお正月の風景でございます。ネットカフェで年明けでございましたね。お金がないのでこういう旅をやっておりますよ。美しいですね。朝日が当たって金色に光っておりますよ。大地がまさにお正月でございます。そしてビデオの映像に行きますよ。写真とビデオでは時間の関係が前後いたします。ネットカフェから出発したところでございます。街灯が路面に反射して輝いておりますね。なんとも言えない幻想的な天気ですね。お正月ですね。市役所の前でしょうかね。本当に空がね、曇っているんだけど美しいんですね。渡り鳥が列をなして飛んでいきますよ。どこまで行くのかな。住宅とか畑があるような、そういう風景を進んでいきますよ。
川の水もね、空を反射して美しく輝いておりますね。初日の出をね、見たい少年たちがね、川の中にたく川の橋の上にたくさんいたんですね。豊橋市から豊川市に入ってきたんですね。レールがたくさんありますね。おそらくね、名鉄だと思いますね。僕の記憶が正しければ。役場、豊川市役所の前にやってきましたね。空が曇ってるんだけど、晴れてるところもある。そんな感じでございます。雨が降ってこなきゃいいな。ちょっと路面が濡れておりますね。そんな感じの雰囲気でございます。晴れてるところと曇ってるところが激しい、そういう感じの名鉄でございますね。国府とかっていう駅じゃなかったっけな。豊川の方に行く路線と豊橋駅の方に行く路線が交わるところじゃなかったっけな。僕の記憶が正しければそういう感じのところだと思いますよね。いいですね。名鉄あんまり見ないからね、こうやって眺めるといいね。名鉄ですね、これも。名鉄が走るエリアまで自転車旅でやってきましたよっていうのはね、本当にすごいことだなって僕は思うんですけどね。どこかしら自転車ルートがつながってるわけですからね、大したもんだなと思うんですけどね。思いませんよね。他人は思わないですよね。僕は思います。名鉄の電車が過ぎていきましたよ。空はちょっと晴れてきたかな。まだ雲がたくさんあるね。でも空は明るいね。ガソリンスタンドの前を通っていきましたよ。これも名鉄ですね。パノラマカーですよね。特急ですね。レインコートを着てますね。やっぱり雨がちょっと降ってたのでしょうかね。東海道の雰囲気の漂う、そういう感じですね。名鉄の車庫が見えておりますね。結構有名な景色でございますね。山の中に神社がありますね。いい雰囲気ですね。行きたくなるけれど、僕は自転車旅を続けましたね。名鉄の電車が見えてきましたよ。真っ赤な電車、いいですよね。名鉄のね、もっと郊外の方に行くとね、ものすごい古い車両、真っ赤な車両が走ってたりするんですけどね。ああいう車両とかもね、僕はね、好きだなと思うんですけどね。なんとなく東海道の雰囲気ですよね。どこかの駅の前にやってきましたよ。何駅ですかね。岡崎の駅までやってきましたよ。ここで自転車旅は終わりでございます。もっと続けてもよかったんですけどね、何か都合があったんでしょうね。では最終日の写真を朝から見ていきますよ。キャベツの畑が広がっておりました。朝日がとっても綺麗でしたね。縁起がいいですよね。そしてちょっと路面が濡れていて、初詣の神社がたくさん見ることができましたね。
お正月の自転車旅はですね、ところどころに神社があるたびに初詣をした気分になるんですよね。まあ鳥居をねくぐっていかなくても前を通るだけだったんですけどもね。このねすき家でね食べた記憶がありますね。神社の前をね自転車で通るたびに1月1日というのはね、それだけで初詣をした気分になるものでございます。見つけた神社の数だけいいことがあるようなね、そういう気がいたします。看板が見えてきましたね。豊橋市から豊川市に入っていくところでしょうかね。そしてずっと進んでいくと岡崎市に入っていくんですけども、どこかの名鉄の駅ですね。本宿、本宿って読むんですかね、どうでしょうか。もう岡崎市に入っているんでしょうかね、どうでしょうかね。東海道の雰囲気もなんとなく伝わってくるような、そういう雰囲気がいたしますね。空はいい天気にちょっとだけなってきましたね。体育館のような建物が見えますね。どこかの学校でしょうか。その手前にはやっぱり東海道の雰囲気を漂わせるような、歴史を感じさせるような、そういうものが置いてありますね。松の木なんかも東海道の雰囲気を感じさせますね。これは電車に乗っているところですね。もう電車に乗って、これは東海道本線に乗って東京に戻っているところですね。途中で乗り継いで、豊橋駅とかで乗り継いで、そして東京方面に行くんですね。この頃の僕はね、青春18切符の存在を知らなかったようでございますね。バカでございますね。本当にバカ野郎でございます。青春18切符を使えばさ、4400なんて払う必要ないのにね。この時の僕はね、本当にバカでしたね。そして、小田原駅でございますね。ちょっと雪が積もっておりますよ。小田原駅に雪なんかが積もっておりますよ。この旅の最初の方、岡谷駅とかね、松本の大糸線の方でも雪がたくさん積もっていましたが、神奈川県の小田原駅もものすごい雪が、ものすごいというわけではないけども、雪が積もってましたね。雪で始まって雪で終わる、そういう年越しの自転車旅となりましたよ。ロマンスカーに乗らずに僕は各駅停車で帰っていきました。本当に青春18切符を使えばさ、もっと安くね、飯田線なんかもね、途中下車しながらね旅できたのにね、本当にバカ野郎でございますね。さて全体的に振り返っていきますよ。2日目はね、豊品駅から北上してですね、雪の中を自転車旅しましたね。生坂村とか大町市とかね、そして松川村とかを旅したんですね。そしてその夜は南松本駅まで行って、平田駅の近くのネットカフェで泊まりましたよ。次の日は雪がすごくってですね、一日中飯田線に乗ってですね、愛知県のね南の方、新庄市かな、茶臼山駅まで輪行して、そこから自転車に乗って、浜松市の北区のね西木賀という駅まで自転車で行って、そして電車に乗って島田駅まで行って一泊をして、次の朝は大井川を越えて、そして大
御前崎の方まで行ってですね、そして掛川市の南を通って福井市、そして磐田市をぐるっと回ってですね、そして天竜川を越えて浜松市に入って東区とかね、いろいろ通って最終的にはまた西木賀の駅まで自転車ルートをつなげて、そして電車に乗って浜松の駅の近くの宿に泊まって、で次の日はね浜松市をねぐるっと回ってですね、西区なんかを通ったりしながらですね、浜名湖を越えて西港市を通ってですね、西港市を通ってそして愛知県の豊橋市に入ってですね、でぐるっと回って豊橋の駅の近くのネットカフェで泊まって、そして年明けでございます、1月1日最終日でございます。豊橋市から豊川市に入って、そしてずっと進んでいって岡崎市に入って、そして岡崎の駅から家に帰ってきましたよ。152日目、422区市町村旅を続けておりますよ。ご覧のようなところは今までずっと旅をしてきた区市町村でございます。今回は長野県と愛知県と静岡県の自転車旅となりましたよ。6日間ですね。1日目は自転車に乗らなかったんですけどね。この自転車旅はですね、のの字を描きながら10周目ですね旅してたんですけどもね、今回は先に雪で行けなくて12周目と13周目も旅をした、そんな感じでございます。噂の一晩、単なる一晩、噂の一晩、ケチャップおじさん。はい、今回もですね、昔自己紹介がてら昔書いたブログを紹介していきますので、よろしくお願いいたします。好きになった人はぜひぜひ検索の方をお願いいたしますよ。ここに写っているのが僕でございます。よろしくお願いいたします。そしてファン新宿アスカさんの写真を使うなんて偉い記事だね。何を書いているんですかね。今日もここで悲しい時だけ現れる空がある、さすがう。今日も見ていただいてどうもありがとうございました。昔書いた詩でございます。ナレーション的にはこの辺でさようならでございます。